皆さん、こんにちは。1978年に東京外国語大学を卒業すると、NHK に入局した頼近光子さん。若い頃にこの世を去った真相や切なすぎる闘病生活に涙が止まらない。今日は頼近光子さんのことについて紹介します。まずは頼近光子さんの経歴とプロフィールから紹介します。皆さん女子アナは好きですか？テレビで活躍している姿を見ることも多くなりましたよね。実はこの女子アナブームのきっかけとなったのが、頼近光子さんということを知っていましたか？頼近光子さんがどのようにブームを作ったのか、徹底検証いたします。名前、頼近光子、頼近光子、本名、しかないキャサリーン光子、しかないキャサリーン光子、生年月日、1955年、昭和30年、8月1日、血液型、A 型、出身地、広島県、最終学歴、東京外国語大学、職歴と活動時期、1979年から1981年 NHK アナウンサー、1981年から1984年フジテレビアナウンサー、1993年から2009年フリーアナウンサー、ジャンル、報道、情報、音楽、バラエティ、広島県に生まれ、幼少の頃はピアノとチェロを習っていた。東京外国語大学を卒業後は NHK に入局し、入社2年目で大型バラエティ番組、テレビファソラシドの司会に抜擢される。その後フジテレビに移籍すると、小川博史賞のアシスタントを務めたり、FNN ニュースレポート 11.30 ではキャスターとして起用されました。祖父母はアメリカへ移住した日系一世で、父親もアメリカ生まれの日系二世の頼近光子さんは日系三世です。なので本名にはキャサリーンと入っているようです。フジテレビに入社後、しばらくして富士山系グループの二代目会議議長。しかない春男に見染められじゅ退社をします。玉の輿で二人の子宝にも恵まれ、何不自由なく順風満帆な暮らしを送っているかと思われました。しかし結婚から4年後の1988年にしかない春男さんが急逝。頼近光子さんは突然に幼い子供2人を抱えて、生きる道を選ばざるを得なくなったのです。当時の家内家は莫大な借金も抱えており、それらすべても一人で抱えてしまうこととなりました。夫との死別後、頼近光子さんは二人の子供を連れてアメリカワシントンへ渡米しました。そして1993年に帰国し、再びアナウンサーとして表舞台へと戻ってきました。そしてその後も再婚をすることはなく、女手一つで二人の子供を立派に育て上げたのです。ちなみに頼近光子は本名ですが、旧姓ですので結婚後、しかない光子とも名乗っていたそうです。妻の光子は、元 NHK アナウンサーで、1984年8月に結婚、1985年4月に長男が誕生し、翌1986年4月に次男が誕生している、ふのぶたかの命名に倣い、自らの、王それぞれの子供の名前に当てて命名している、NHK やフジテレビでアナウンサーとして、活躍した頼近光子さんが17日午後1時46分、心不全のため千葉県柏市の病院で亡くなった53歳だった。84年にフジテレビしかない春を副社長と結婚して引退したが、88年に春尾氏が死去した後に復帰した。2年前に食道癌を宣告され、抗がん剤治療を受けていた。葬儀は近親者で行い、後日お別れの会を開く。もしは長男のしかない正雄氏、関係者によると、頼近さんは2年前に食道癌と診断され、本人にも告知されたという。だが仕事関係者には病気を知らせず、抗がん剤治療を受けながら、クラシックコンサートの司会や雑誌の対談などの仕事を続けていた。今年4月10日に音楽雑誌で対談を行ったが、3日後に体調を崩して柏市内の病院に入院した。今月13日に肺炎を併発し、17日午後、二人の息子と実弟ら家族らに看取られて静かに息を引き取った。6月にも仕事を入れており、インタビューも受ける予定だっただけに、無念の死だった。
都内の斎場で18日に通夜、19日には密葬が行われたが、いずれも親族のみの約30人が参列した、頼親さんは元祖女子アナだった。78年に NHK 入局した直後に永六輔が司会のテレビファソラシドに抜擢された、その美貌に加え英語も堪能。ピアノも上手い女子アナとして一躍人気者になった。80年にはニュースワイドのキャスターに起用され、フジテレビの田丸美鈴アナと共に美人女子アナともてはやされ、テレビ誌、テレビガイドの表紙も飾った。81年にフジテレビに電撃移籍し、契約金は2000万円と話題を呼んだ小川博翔のキャスターとして活躍したが、84年にフジサンケイグループ創始者鹿内信孝氏の長男でフジテレビ副社長だった春尾氏に見始められて結婚し、同局を退社した。長玉の腰婚と騒がれ、二児を設けたが、88年に春尾氏が肝不全のため42歳で急死した。93年に NHK 名曲音楽館の司会者として復帰し、96年には大河ドラマ、秀吉に渡り徹夜扮する、信長の妹を主役で女優デビュー。同年のフジテレビの番組でもキャスターとして復帰した。その後は番組制作会社、テレビマンユニオンに所属し、クラシックコンサートの企画、司会のほか、音楽エッセイの執筆、朗読劇挑戦など幅広い活動をしていた。20代では元祖美人女子アナ、玉の腰婚と騒がれ、羨望の眼差しで見られた頼親さんだったが、春尾氏の死後は数々の苦労も経験したようだ。春尾氏の遺産は東京、田園調布の邸宅、フジテレビ株などで約14億円と言われたが、春尾氏が生前に多額の借金を抱えていたこともあって、田園調布の豪邸やフジテレビ株などを売却。一時はかなりの借金があったと週刊誌などで報じられたほどだった。最近は賃貸マンション暮らしで、家内家とも疎遠になっていた。葬儀は近親者のみで行われ、お別れ会は後日開かれました。所属事務所によると亡くなる1ヶ月ほど前まで仕事をしていたという頼親光子さん。2009年5月17日、通院のために転居していた千葉県で通っていた柏市の病院で息を引き取りました。闘病生活は2年間続きました。食道がんだったそうです。しかし直接の死因としてはがんではなく、心不全と診断されているようです。頼親光子さんは2007年に体調の異変を感じ取って病院を受診したところ、食道がんと宣告を受けます。その翌年9月にはがん治療の通院のために千葉県流山市にマンションを購入し引っ越されました。それから幾度となく抗がん治療を受け続けていたそうですが、2009年5月17日の13時46分に千葉県柏市の病院で逝去されました。ですが死因は癌ではなく、肺炎を起こしたことにより体調が悪化し、心不全というのが直接の原因だそうです。2年前に食道癌が発見され、声帯の切除を避けるため、抗がん剤による治療を続けていたという。参列者同士で個人の思い出話に花が咲き、終わりには2人の息子が謝辞を述べて頼親光子さんを送り出しました。会場の雰囲気は寂しさを感じさせないような賑やかなお別れの会となりました。頼親光子さんと父、金井春夫さんとの間には二人の男の子が生まれました。長男を正夫さん、次男を武夫さんと二人とも父親の名前から一字もらって付けられたそうです。しかしそんな二人の息子さんの上にもう一人、子供がいるのだそうです。長男の正夫さんとは3歳離れている男の子で、名前を春雪さんと煽るそうです。名前に入っている春の字も父親からもらって付けた名前なのではないでしょうか。頼親光子さんにとって、春雪さんは一体どんな存在だったのでしょうか。頼親光子さんの子供である長男の正夫さんより上に年の離れた、もう一人の子供。春雪さんは鹿内春夫さんの、前妻との間に生まれた子供のなのだとか。前妻は春雪さんが生まれて間もなく1週間ほどで病気により他界されました。生まれたばかりの春雪さんは
祖母の腕に抱かれながら泣いていたそうです。それから父親のしかない春雄さんは頼親光子さんと再婚をします。ですので春幸さんにとっては義母となりますが、自分の子供二人同様に春幸さんを大事な息子として可愛がっていたようです。生後間もなく母を亡くし、その後父をも亡くした春雄さんと前妻との間に生まれた春幸くん、子の春幸くんを光子さんはとても可愛がっており、二人の子供にも春幸くんのことをお兄ちゃんと呼ばせていた頼親光子さんが逝去の際、喪主を務めたのは当時24歳の長男正雄さんでした。次男の武雄さんは当時23歳で、二人ともまだ若いのに両親を亡くされたことになります。春幸さんも同じく両親を亡くされていることになるのですが、三人とも芸能界とは縁遠く、いわゆる一般人として生活をされていますので詳しいことは何もわかりません。ですが頼親光子さんのお知り合いの方によると、現在は3人ともフィアンセやガールフレンドのパートナーができていらっしゃるようです。数々に苦境に負けず、それぞれの人生を頑張って生きてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。